値上げラッシュです。そして増税です。状況は良くなりません。国会の方ではですね、まあ例の戦争の影響で、まあ船がですね、港に着けずに、そして航海ができずに、ずっとそこに留まってるそうなんですよ。なんせドンパチやってますからね。で、中には発砲されて、沈んだりね、お亡くなりになってる方もいるみたいです。民間漁船で。しかも外国籍のやつが。もうなんかね、どこの国か、ちょっとあえて言いませんけども、R っていうところから始まる国ですか。バンバン撃ちまくってるみたいですよ、もう。誰かに止まらず。だから、全然ね、その、戦争とは関係ない国でも、無差別発砲を受けて、沈んじゃったりね、してるみたいです。そういうこともあって、まあいろんなものがね、物流が滞って、各所で値上がりしてます。まあ中には、船ごと沈んじゃって、積み荷がね、ダメになっちゃってるのもあるんですよ。先日もちょっとね、車が、4000億円分、炎上して沈んじゃったみたいなことを言いましたよね。高級車ばっかり。うん。まあそんなこんなでね、世の中は混迷を極めてます。これからインフレはガンガン来ますよ。対策してますか？私たち投資家は、はっきり言って困りません。ということは、私以上に、投資家の方、上級投資家の方、超上級投資家の方、全然困ってないと思います。むしろ、これからインフレが来て値上がりがするんだったら、儲け時だぞってことになりますよ。だって、値上がりするって分かってるわけですから。あらゆるものが値上がりするわけでしょ？じゃあ、あらゆるものを買っておけば、その分利ざやが毎日のように稼げるんで、値上げしろ、値上げしろ、値上げしろ！物流停滞しろ、停滞しろ、停滞しろみたいに思ってるかもしれません。でも現実、投資家って、結局自分の利益のために投資してるわけじゃないですか。そうなるとね、例えば、小麦が取れませんでした。よし、儲かった！なんですよ。で、儲かったお金で値上がりした小麦を自分だけは買うんですよ。ね。投資をしてないっていうのは、これだけ恐ろしいことなんですよ。食糧難に巻き込まれるわけですよ。家族を守るために、自分の暮らしを守るために、地域を守るために、私は投資を手放されるつもりです。今日も、7万数千円、利確しました。私の相場解説見てる方も同じだと思います。朝私は今日ね、一般公開で、いつもは限定公開のやつを、熟成専用のやつを一般公開できましたんで、これはね、見た方、今利確してください。儲かってるはずですよ。じゃあ今日はね、私の FX と他に、週刊少年ジャンプ、週刊中年ジャンプか、すみません。ストーンさんが、日本の物価上昇待ったなしということでね、動画を出してくださってますんで、動画概要欄からご覧いただきたいと思います。もしくは私のこの動画の後からご覧ください。それでは。こんにちは、週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。今回はですね、昨日また原油はかなり上げてきてるんで、これについてですね、ちょっとニュースを踏まえて、今後のですね、景気の展望ですね、これについて考えていきたいなと思います。僕はですね、株式トレードのですね、コミュニティを今やっておりまして、勉強会とかですね、練習会、こういうのをやっております。ご興味のある方はですね、ぜひですね、動画概要欄にメールアドレスがございますので、そちらからお問い合わせいただければと思います。はい、ではですね、本題なんですけれども、これこのチャートはですね、 WTI というですね、原油ですね、原油のチャートになります。これが昨日グッと上げてきてるんですね。これがですね、100ドルを超えてきてですね、もう115ドルですね。さっき114ドルぐらいだったんですけど、上がってきましたね、またね。115ドルを突破してきたということになってきましたんで、こうなるとですね、物価がかなり上がってくるんじゃないかなと思うんですね。もう上がってますけども、このままいくとですね、もう無視できない状態になってくるんじゃないかなと思われますということですね。これ原因は何かっていうことなんですが、まあこれが直接的と、まあ断定はできないんですけどね、こんなのもあるんですね。昨日の出来事ですね、今日のニュースなんで、もうこれカザフスタンの原油がですね、輸出停滞ということで、ロシア、港の設備ですね、港設備っていうんですかね、天候被害で、まあ、復旧不透明ということでですね、これ止まっちゃったということなんですね。でとあるんですが、こちらのですね、 UBS っていうのは何だろうな、 UBS のポール・ドノバンさんっていう人がですね、指摘してるんですね。暴風雨の被害なのかもしれないが、政治的にタイミングが悪いということですね。アメリカはロシア経由のカザフ原油輸送は対ロシア制裁の対象にはならないとしているが、パイプラインは実質的にロシアの支配下にあるということなんで、プーチンさんは何かやったのかなって感じはするんですけども、まあね、これで原油の価格が上がってですね、世界的にインフレになるというようなことが考えられると。
まあ、ちょっとこれ読みすぎかもしれませんけれども、まあ、いずれにしろですね、原油の価格が上がってるというのは事実なんですね。はい。そうなってくると、やっぱりこう、物価がね、どんどん上がってくるということになってくるんですが、こちらですね、月曜日かな、これは2日前ですね、22日なんですが、この FRP のパウエルさんですね、こちらがですね、5月にも、まあ、0.5% 利上げしようかなっていう話をしてるということなんですね。まあ、こうなってくるとですね、まあ、これ決定ではないんですけれども、こんな感じになるとですね、アメリカも物価が上がってきてですね、景気が悪くなるということが考えられるかなと。まあ、アメリカはね、わかりませんけれども、日本はもうね、そういう感じになってますからね。で、それがもっとひどくなると、物価が上がってですね、景気が悪くなると。で、賃金も当然上がらないというか下がってくるわけですよね、景気が悪いということは。となるとですね、かなりこう、もうスタグフレーションっていうのがかなり進行してくるのかなっていうところになりますね。だこれはもう避けられない感じになってくるかなということをですね、今の段階からわかるかなと思います。で、これはですね、国がどうのこうのっていうこともあるんですけども、あのガソリン税とかね、早く引き下げろとかね、あるんですが、まあそれを言っててもですね、もう明日のこと今日のことってありますから、まあこれ個人個人がですね、やっぱりこう何かこうお金をこう集める手段というかね、そういったものを構築していかないといけないのかなと思いますので、今後ですね、ちょっと日本も大変になってくるかなという兆しがあります。あまりいいニュースじゃないですけどね。はい、ということで今回は以上です。ありがとうございました。